はい、松井真也騎手です。まずは地方通算500勝達成おめでとうございます。ありがとうございます。達成の瞬間いかがでしたか、気分は。いや、特に意識はしてなかったんで、うん、まあ、後から聞いて、あ、そうですか。そうですね、はい。うん、でも、さまざまな苦労があったんでね、この紋別競馬場で、これ500って大きな数字だと思います。今、達成して時間が経って、何か思うところもあるんじゃないかと思うんですが、今、聞かされてからの感想って何かありますか。やっとって感じですね。やっと、はい。うん、まあ、まだまだこれから、はい、頑張らないといけないんで。まだ、なんというか、反省の方が先に立ちますか。そうですね、はい。いろいろと、はい。そうですか。これからまた、しかし次の目標は、例えば600、700、1000というのもあると思います。はい。次、どんな騎手に、これからさらになっていきたいと思います。どんな騎手、うん、いや、もう、僕はもう一蔵一蔵大事に乗るだけなんで、うん、はい、そんな600とか1000とか自分の勝ち蔵はあんまり気にしてないです。そうですか、ね、はい。ではファンの皆さんに一言お願いできますか。これからも一生懸命乗りますので応援よろしくお願いします。